インドネシア前編日本語トラの巻はい始まりました日本語トラの巻巻子ですトラですこのポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生のトラとでお送りしていますただいま帰ってまいりましたはい。ただいまじゃないですけどえー、っといつかってた昨日昨日ですね 正確に言うと、うん、もっと正確に言うとおとつい <laughs> おとつい帰ってきましたそうですね絶賛眠いですね眠いしなんか時差違う多だだるいんだよね気温差あなんかや気温差でもあんまあまあそれもあると思うし全体的にね全体的に疲れがありますねーいやー インドネシア全編ということなんですが、うん、どうですか大変でしたね大変だったね <laughs> いやちょっと誤解が生じるから先に言うと、まあ、楽しかったは楽しかったですね、うん、非常に楽しかったこれみんなにあの説明してるけどインドネシア自体はとっても楽しかったその中身はね旅行の中身はとっても楽しかったけど ただあの行きと帰りのフライトがもうとんでもなかったという話ですはいはい、はい、そうですねはいもう今回あのたくさんのトラブルそれからなんかそこからの,あの思ってもないアクシデントアドベンチャーまあチャレンジいろんなことが起きましたねそうですねなんかだからなんだろうなある意味成長の旅みたいな まあねもうなんかいろんなことありすぎて、うん、もう今回の旅はもうちょっとやそっとのことじゃ動じなくなりましたよ。そうですねまあまあまあ何が起きたかというともうまず第一にすごく一番大きかった出来事があの JAL で今回往復する予定だったんですけど、うん、なんと私たち JAL に搭乗拒否されました。乗せてもらえないといとうね、うん えー、日本が大っ嫌いになりました本当に <laughs> あれ以来もうね日本大っ嫌いですでもねなんかこれ聞いてる人が日本が好きで聞いてるからあれなんだけどんえあんまり言い過ぎでもよくないけどうーんもうなんか日本嫌だなって思ったのがまあそれですねまああのー、な何が嫌っても厳しい厳しい細かい そうだねそう、まあ、まず登場できなかった理由があの、えっと、ワクチンを3回打ったっていう、まあ、正確に言うと私は4回打ったんですけどそれの証明はできるものをも持っていなかったとか持っていったんですけどあの日本国内で発行された病院で発行されたものじゃ意味がないって言われて。 まあ政府が発行してるアプリを登録しなきゃいけなかったんですよねワクチン証明アプリみたいな。うんうん、でまあそれがえっ、ー、と何だろうねあの伝えられてる方法がさメールでさ JAL から2日3日前ぐらいに来てたんですけどなんかそれが必須って書いてなくて絶対そのアプリを入れてくださいって書いてなくて、はい、やんわりとね このアプリががあるとスムーズに登場手続きができでますっていうスムーズにって何、はい、じゃそれって思ってまあねまあメールが来てたのは知ってたんですけどで後で登録しようと思ってて何のアプリかよくわか読んでなかったのねスムーズにできますって何があってもオンラインチェックイン的なってよくわかんないけど。うん もともと見てたのがあの前々からチェックしてたのはインドネシアの,その入国に関する情報ばっかり見てたので,でインドネシアサイドではもう何、あのー、て言うのかなそのもちろん、あのー、クワランティンって何て言うんだっけな<は>えと検疫じゃなくて。 隔離期間隔離期間もも,うもちろんずっと前からなくなってるし PCR の陰性証明とかも全然いらなくてで、まあ、ワクチン3回打ってれば子どもがもし一緒にいる子どもがワクチン打ってなくても、まあ、子どもは免除っていう風でそのワクチンを打ったものを分かるものがあれば OK ですよって書いてあったのね <laughs> インドネシア日本大使館には。うん でよく見るとここ詳しくはここって小さく書いてあってそこをクリックすると、まあ、英文の表記のものって書いてあるんだけどそんなのはもともと見ないっていうかっていうかまあそこまで見てああじゃあ普通に病院から出るあの証明書でいいのねと思って行ったわけですよ<ん>でもちろんインドネシア側もさ全然チェックしないわけじゃんそうね何にも見んかったもんねで なんだけど、そのなんで今回ダメだったかっていうと JAL が JAL 側でなんかその規定を作ってて、まあ、あとは日本の航空会社、うん、JAL と全日空でアナだけだと思うんだけどアナ,、まあ、アナもそうだと思うんだけど、うん、とにかくそのワクチンアプリを見せろと。見せる。 であ今すぐここでインストールしなさいって言われてしたけどそのワクチンの記録を取るには日本ってマイナンバーカードっていうアメリカの,なんていうのかな社会保険カードナンバーみたいなのを真似したようなカードがあるんだけど住民番号みたいな感じ,そな感じのねそう、それにその番号で国民の情報人の人の情報が全部入ってるっていう。うん まあ非常に重いカードがあって、うん、まあそれをアプリでスキャンするとワクチンのデータも全部反映されますってワクチンのデータ全部そこで分かりますよっていう風だったんだけど、うん、そんな重いカード誰が持っていくのっていうマイ,ナーバーマイナンバーカードね、うん、まあ実際日本国内でもマイナンバーカードなんてほとんど使わないんですよね。うん、あれ政府の大 失敗な政策でそうそうそうまああれ一つで病院も行けるみたいなふうに言ってるけど実際さ昨日歯医者行ったけど、うん、全然全然保険証見せろって言うもんね、うん、だからもうあんなの使ってる人誰もいなくてだからそんなカードも,もちろん持ってきてもいないしまあそれでマイナンバーカードないとこのアプリ使えませんって言われていやそんなもん持ってないよってなって、うん、じゃあもうワクチンの証明ができないので。 今回ちょっと搭乗かなり厳しいですって言われて厳しいですイコール乗れないですなんだよねまあ日本はまあねで私たちだけちょっと横に外されてもう乗れませんよっていう風で横のソファーでちょっと待っててくださいで,でも時間が経って搭乗時間になっちゃうしもう何だったらもう飛行機飛んじゃう時間になっちゃうし、うん、でお客様のチケットはそのキャンセル料も変更も効かないチケットなので 何お金も返金もできません、うん、ただただ帰ってくださいっていう状態になって <laughs> いや JAL さんそりゃないでしょうよって、うん、だってインドネシアの大使館の情報を見てよってそんなのも必要なの一つも書いてないじゃないす、うん、ですかでいろいろもう交渉に交渉を重ねて何度かお金だけは返ってくることができたけど、うん、結局そこからまた JAL の瓶を取,る取ろうとすると、うん まあ、当日とかも前日とかそういう便になるともう値段がすごい跳ね上が2倍3倍に跳ね上がってて、うん、結局2人でまあ70万まあアメリカでいう、まあ、7,000ドルぐらいだよねそうねなんでそんなエコノミーでインドネシアに行くぐらいに7,000ドル払わないといけないんだっていうね、うん、もう途方に暮れて帰ってきたわけですよ そうだね、まあそこから、まあ、私はもうインドネシア行く気がなくなってもうちょっと疲れちゃったとちょっと、まあ、正直諦めたいと今回はっていうふうになったんですけど、うん、まあそこで諦めたくない人が一人何、うん、そうですね諦めたくない,ない人が一人。 はい、はい、あなたですね僕でございましたでどうしましたいやーねねんか、まあ、一応いろんなねなんかこの便だったらかなに負担が少ないなとか、うん、一応いろんなやつを見ましたけどまあそもそもこう旅をさこうオーガナイズするってさめちゃくちゃ大変って今回分かったでしょだるいねでも旅行の飛行機取って宿取ってっていう計画するのってすごい時間取られるのよ時間とエネルギーを。 けどなんかもうそれすら疲れちゃってもうやりたくないっていう時にじゃあもう自分で予約を取って自分で全部やるからクレジットカード貸してくれっていうふうになって、うん、1>, まあ1人でエクスペリアのサイトでね探して探したんですけどまあ探した結果ね、まあ、あんまそう2人で乗るやつがないとあの日は1席だけ空いてたんだっけ1席しか空いててなくて、うんうん これだめだなっつってねでその後の日にちずらしたりしてもあんまりいい便もなかったからうんもうなんか乗り換え2回3回とかね何な,な,ならもうそう,そう2日後に着いちゃうとかあの空港の,あの乗り換えが24時間とかね23時間とかそういう便しかもうなくてあと何航空ですかこれっていうような航空会社ばっかりでそうね ね、で見つけたのが唯一そのアシアナ航空、うんまあ、韓国の航空会社なんですけど、まあ、これネットで見てもそんなに悪くないし、うん、まあ往復10万ぐらいで行けるからもも控えめでね,控えめでね、まあ、10万ぐらいでで往復10万ただそれか 1, 1人しか空いてなかったんだよねその次,そね次の日はもうその日はもう当日はもう無理だったから、うん、まあその次の日って考えたんだけど。 で次の日のそれをじゃあまあ取ったわけで、うん、でまあ私は結局インドネシアで仕事を2日ぐらいしようと思ってたのでまあそれをまあ日本であえてやってから23、うん、日経ってからまああの別便でねインドネシア行こうかなっていう風で、うん、まあ大幅なスケジュール変更をしたわけですねうん、うん、で今回そういうわけで。 まあ、トラ君の初めての大冒険はいあのね、まあ、一席しか空いてないんで、ね、じゃあどうしようかって、まあ、その結果が、まあ、じゃあ一人で行けばよくねというそうです一人でインドネシアまで行きましたはいしかもあの小6の時に私たちいつもキャッセーパシフィック航空使うんですけど、うん、まあ香港のね空港って結構大きなあの なんだっけなターミナルが3つぐらいあ,あるんだっけなそれで電車移動したりとか、うん、すごい大きい国際空港なんですけど、まあ、そこを一人でトランジットしてみようというチャレンジをしたことがあって小6の時に香港でそのトランジットは成功したんだよね一人でそうねだけど今回その韓国の航空会社なんで乗り換えがあのインチョン国際空港というまあまあ要はソウルとかねそうですねこあの韓国の国の際空港で 初めて1人でしかも一人で、うん、言葉も分からなければもちろん韓国語なんで分からないし、うん、英語も全然分からないし、はい、どうするんだと思ったけどまあそうですねでも意外とそう救われたのがインチョンに、うん、そう日本語が、うん、もうちゃんとトランス「トランスファー」っていう単語分かってたけど、うん、その下に日本語でがっつり「乗り継ぎ」って書いてあったんですよ。 あれさインドネシアにももう日本語で書いてあるねちょっと書いてあるんだねうん、うん、乗り継ぎとかね、うん、日本ってのがちょっとだん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 こう,そう,そう浸透してってる感じはするね、うん、があるねまあ韓国なんてもうめちゃくちゃ日本人行くからねまあそうだねだから余計でなんかなんだっけ乗り,乗り継ぎうん,うん、うん、の時になんか通すじゃんピーって、うん、あのックスみたいなやつ あの保安検査ね。そうそう、それそれ、うん <laughs>。そんで通してで、なんだっけだからで、俺のゆックに、うん、なんだっけマキロン、消毒液ああ、消毒ーね。ピアスの穴の消毒液ね。う結局、一つも使わんかったピアス、シですけど、消毒液と、うん、なんだっけあ、ヘアスプレーあの、ケープっていうヘアスプレーを持ってったんですけど、いやー、引っかかったね。ああ、まあ、スプレー スプレーとね引っかかってででビッて止められて何か「何嫌なやつっィ言うみたいなふうに言われるのかな?」と思ったらめ、うん、ちゃめちゃ日本語で「開けてください」って言われたから「<laughs> えっ?」てなってくれて「あはい」っ <laughs> てガーッて開けて、うん、そうでなん,かなんかビーって変な,きなんか機械、うん、マキロンとヘアスプレー通して、うん、そうほんで「いはい大丈夫ですよ」っつってバーって通して。 まで行って、まあ、そこで、ま、インチョンの乗り継ぎってかり、うん、乗り継ぎね。うん、それで、まあ、ゲート確認して、まあ、そのまま普通にゲート行,く行ってってね、まあ、それで何事もなく終わったんですけど、<笑><笑>なんだろうね、まあ、唯一ちょっと文句を言わせてほしいのが、ん、<laughs> <laughs> 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 乗り継ぎ時間がバカみたいに短い。インチョンね、まあ、いい。 ことではあるんだけどそんな,なんか無駄に5時間とか6時間とか待つよりはさっさと乗り換えれるのはいいけど、はい、確かにあの1時間っていうのはしんどい。保安検査もしてからだと本当水買うのが精一杯だった気がする。水すら買えない本当うん 1回だから念のためにね1回もとりあえずまっすぐゲートまで向かってここっていうのが確定してからじゃあちょっとふらつくかぐらいでいたんだってまあまあそれでまあ僕はねでまあ僕たちポッドキャスターとかあれじゃないですか YouTuber もありそういうの配信してくる身なんでまあ動画の素材撮ってきてと言われたんでまあだからあっちでこう結構じゃあ買ってみますとか言う まあ全然できず何か結構思っ全然で呼ばれて素材取ってきてって言ったけど全く取れず全然取れない時間的にそうね多分ね香港だったらいけた香港なんだかんだ言って1時間ちょっとあるもんね2時間弱あるねあれはちょっと長いからいろいろ買ったり見たりできるんだけどまあ短くて本当に 結構ね、急ぎ、急ぎ目にってかこんな確かこんな、あ、こんな風ですねとかね、いろいろ見たんですけど、うん、まあ、粘りに粘って多分、本当に4分の1とか、うん、本当にちょっとしかできなかったんで、あれですけど。まあね。はい、あと、芦屋の航空いいんだけど、やっぱ安いだけあって、うん、あの機内の,あのサービスがとても、<laughs> クオリティがが低いっていうかか、まあ、映画とか見るのがね,そうねでもね帰りさあの、まあ、帰り私はあの全日空アナを使ったんですけどでもう機内のサービスとかもその映画とかもめちゃめちゃいっぱい見れるしすごい良かったんだけどでもあのヘッドホンがゴミすぎてマジであのヘッドホンさ。 なんだろうあのいつものさ iPad 違う違う違う AirPods に慣れちゃったからさ音がいいじゃんでノイズキャンセリングもするし確かに、ね、だからそれに慣れちゃって、うん、で映画はもう見たいものをダウンロードしていくっていうスタイルでいっちゃったからそのアナの,あの映画すごい良かったんだけどまあ、音がさ、うん、悪いのとヘッドホンで頭が痛くなるのとそれがねなんか。 ちょっっっとねって思ったもうなんか Bluetooth でイヤホン何接続できればいいのにって思うぐらいうん、うん、アナのヘッドホンめちゃくちゃ悪かった<ー>めちゃくちゃ悪かったもう押さえてないと聞こえなかったり接続がなんか悪かったりなんか意外とねまあ映画自体は良かったけどだ,だからまあ芦屋のコーその映画とかも全然な全然とか23本しかないし全然面白くないし機内サービスが。 そのね、エンターテインメントに関してはね、うん、全然良くなかったんだけどそれは、まあ、映画をダウンロードしていけば全然回避できる問題で、うん、むしろあの何エアポーツとかで聞く方が音質が良くて、うん、良かったと思う別になんか初めてこう7 8てじゃないな久しぶりに78時間8時間も行ってないか7時間ぐらいのフライトに乗ったけど、うん、別になんか遠いなって思うこともなく楽しかった。 いやー遠かったよ俺はあほんとでまあそれは行きだけなんだけどねなんかうわ遠くねっていう感覚はあとご飯が若干少なめでも美味しかった、ね、ビビンバとか食べたんだけどうん俺も激辛で美味しかったそうそうそう,そうなんかチキンフライドライスって、ね、あれ美味しかったチキあのチキンもコチュジャンかけてまあコチュジャンかければ何でも勝ちだねいや俺はコチュジャンね一応、うん、かけなかったんだけどノーコチュジャンノチンで言っても まあちょっとねまあ甘辛っていうかさうんうん,うん、うん、そう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 だれ美味しかったそうく美味しいねまあアジア系のご飯は美味しいよねうん逆に帰りのアナのフライトの方が、まあ、確かに美味しいけど、うん、なんだっけなそうめんみたいなのが出たのね朝ご飯にあれなんであんな炭水化物パーティーなんだろうねパンとそうめんとあとなんだソーセージと 卵焼きとかそんな感じでバカなんかとにかくなんか <laughs> 麺とパンって両方出てこない、うん、たまにそれにご飯もついてる時あるじゃん、うん、で、まあ、朝ごはんめっちゃ多くてこんなに朝から食えるかと思ってパンとそうめんぐらいしか食べなかったんだけど、うん、そしたらさお昼ご飯がさ早く出てこないからだんだんお腹空いてきたわけだよ、うん、そしお,お昼ご飯さ超軽食で。 クロワッサンのパンだけなのねパンのサンドイッチこれだけみたいなめっちゃ腹減ったんだけどと思ってはよつかないかなと思ってたらまあここでまたね第2の大アクシデントですよねそうだよね <laughs> まさかのまあ帰りもも,もちろん、まあ、もちろんというか帰りも別々で帰ったんだけど、はい、まあトラ君は芦屋の航空往復、はい、で私は帰りは全日空を使ったんですけど、はい、で全日空でまあ 居心地よく過ごしたらその帰り、うん、その羽田空港に着いた瞬間にいろんなこうメッセージとかメールとか LINE とかが来るじゃん、うん、それでまず LINE でなんかニュース出てるけど大丈夫みたいなのが来てて何がと思ってそれ開けなくて「まあいいでしょう」ってなんか「アナがアナのシステムトラブル」って書いてあって、うん、まあいいでしょうと思ってたらそしたらなんか iPhone のメッセージが来てで「うん えと名古屋便欠航になりましたって嘘でしょと思ってでもシチュワーデスさんに「すいません名古屋便の乗り継ぎがけ欠航になったんですけどどうしたらいいですか?」って中で聞いたら、うん、まあシチュワーデスさんも「いやちょっとこちらでは対応できかねますので」みたいな、うん、とりあえずカウンターに行ってなんかその払い戻しの青い封筒だけも必ず持って行ってくださいみたいな感じだったの。うん、だけどアナのささカウンターに行ったらさ もうさし後から分かったけどあの日もう何全日空のフライトってほぼ全部キャンセルだってか、うん、予約も搭乗手続きも何もできない状態になったんでしょう、うん、あれ次の日もまた影響してたらしくって 4, 4日までなんか記者会見してたよ陳謝してた陳謝ほんうん、ねうんうん、だからまあ多分ほとんどの便が欠航になっちゃったんだと思うよそうなんだすごいねでもそれってだ,だからもうね<す>アナのスタッフ誰もいないんだってカウンターにほうえアナがね もう大変ななことになる乗り継ぎカウンター誰もいなくてそんな封筒も何もじゃあ取れないじゃんと思ってで調べたらもう結婚証明書みたいなのが出るって書いてあったから、まあ、PDF でそれをダウンロードしてでもうなんかターミナルとか移動してもしょうがないから、うん、まあとにかくセントリアまで戻らないとって思って、うん、ま着いたのが夕方の4時ぐらいだったんだけど、うん、まあ い,ろいろ走りに、まあ、走りに走って <laughs> 空港出たの五時とかかなでからあの品川行きのチケット買うのにもまあ外人さんがめっちゃさ並んでんのよ切符売り場に、まあま、でわかんないじゃんやっぱ、ね、駅名とかさローマ字入れ,入れないといけないから,からもう超イライラするのね イイライラするいいいうかもどかしいいうかかかもどしこっちはもう品川300円で書いてあるからさそれピッて押せばすぐできるのにその何外国から来たお客さんはさ,さんいろいろさ分かんないじゃんでお台場とかなんかゆりかも目線って選んでたりとかどれか分かんないからなんかとにかくそこ3つしか売り場がなかったし行列なのねそれをさずっと待ってて結局だから五時過ぎ5時半ぐらいの。 空港から出る特急に乗れたんだけどさでその時思ったのがあの IC カードあるじゃん交通系の、うん、まあうちらが使ってるのマナカって言うんだけど、うん、あナイスマナカで行けると思ったけどもちろんそんなマナカなんか持参するわけないじゃん海外に俺は持ってたよね持ってた、うん、しくったと思ってそれだって最初俺財布の中に入れてるもんそうだからマナカも持っていけばよかったってこれねもうねなんか何かあった時のためにマイナンバーカードとマナカ 持ってた方がいいと、ね、そしたら真ん中でピッて寄っていろんなことがこう切符じゃなくて済んだと思うまあまあまあお金なかったら買、まあ、えたりとかねそうでさもうあの改札もさ今もう IC カードが主流じゃん、うん、だから IC カードじゃない切符のところの端っこしかないじゃん1個ぐらいしか、うん、そこから入らないといけないから、うん、もうほんと大変でまあ今回のことでいろいろ学びましたねそっか まあねまあ今まではさもちろん何セントレアから行ってセントレアに帰るって名古屋の空港から行って名古屋に帰る名古屋に戻ってきてが普通だったから、うん、運転免許証だけ持っとればいいでしょって思ってたけど、うん、まああの、まあ、システムエラーのさキャンセルに関してはあのん、ー、だろうアメリカなんかさ結構何 国内線でみんなそうするとやっぱ雪とかさその天気が悪くて、うん、現地のねうん、うん、でフライトキャンセルになることってたくさんあるしだからね6時間ぐらいやっぱ遅延ってなってる場合とかもあるみたいでまあリスナーさんはすごくよく分かってると思うけどまあ飛行機のキャンセル遅延なんて普通なんだろうね俺だからさもう絶対ないよすごく嫌だけどねまあ台風とかぐらいでしかなんないじゃん んん台風来る時になんとなく分かるもんねあこれ来るなってね、うんまあ、9月ぐらいとかねそう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 まあ,あんま取らないしねそうそうそうこれ来そうだなと思ったらまあ先にキャンセルとかでなんとかなったりするじゃん、うん、まあだからアメリカでそうフライトがダメでなんかクラスもう受けれませんっていうの何回かあったからさそう思えばやっぱなんか飛行機ばっかりで移動してるアメリカ人とかから考えるとまあ、うん フライトのキャンセルとかって、まあ、普通なのかなってちょっと思ったりとかしてねうんね大変だよね,もう,ね,だねうちらは新,新幹線あってよかったなと思ったら逆に、まあ、東京の交通網が発達しててうん,うんまあそんな感じでね、まあ、行きも帰りもねフライトに悩まされた旅でしたねはいでなんだっけな もちろ芦屋那高校に変えたらさそのワクチンの何の字も聞かれないっていうね何も言われんかったよ、ね、まあただ、うん、インドネシアへの入国がめちゃめちゃだるかった、うん、そうなんかだからみんなワクチンのやつ見せるのかなと思って、うん、ドキドキすると思ったけど、まあ、何にも言われずに、うん、まただ俺の英語能力と <laughs> まあまあそれが低いねっていうのが分かってあとはただ単に「帰りの便のチケット見せろ」って言われたけど、うん、どうやって見せるんだよって。 まあね、メールで全然もうやり方わかんないから、うん、めちゃめちゃ戸惑っておったら、うん、多分う今インドネシアの人が面倒くさくなったっぽくてで「俺はねえお父さんとかいるの?」っつって「うん、あいる」っつって「どこに住んでるの?」って「あのジャカルタジャカルタ」って言って「ああそうなの?」っつって「うん、分かった分かった」っつってバンバンって半越しも行っていいよ」っつって「ねご押しでなんとかなった」 なんかさあのゆるさが好きだなうん、うん、大体さその緩いっていうのをもう分かってるからさうちらはだからその JAL の,そのクソ真面目ですごい厳しいのが逆に腹が立つっていうかでインドネシアでそののもチェックされるわけないでしょってまあねワクって本当何にもだったよねで韓国でも乗り継いだけど韓国も何ヘルスチェックの紙だけ健康状態の紙だけだったっぽくて俺それもなかったの あ乗り継ぎじゃない乗り継ぎって,って言えばあれじゃないでも乗り継ぎっ,つって言って乗り継ぎの人はないでしょもうね、まあ、日本ね本当に何だろうルールに縛りすぎっていうかそうだねんでもうコロナ対策大好きだもんね日本人大好きだねう,うるさいね本当に。 とにね、で帰りもなんか、もし、ね、日本に来る人多分やらないといけないと思うんですけど <laughs> ビジットジャパンウェブっていうのがあってそれをあの事前に登録しておいた方が絶対にいいと思いますでみんなやらないからそれもう、ね、あの羽田で9割ぐらいの日本人も含めてだけど9割ぐらいの人がもうそれやってなくて、うん、でやる場所があってもう大混雑なのでそれ、うん、もう登録してある人は秒で何、イミグレーション行けるんだけど。 うんうん、やってない人はもうずっと隅っこでまずスキャンしてからワクチンの登録とかするでしょ、うん、あれ大変だよ面倒くせえよ面倒くさい国だなと思って本当に、うん、でなんかいろいろさこうスキャンして入国するけどもう無駄にハイてく、うん、我が国まあねもう面倒くさい日本本当にに面倒くさい、うん、いつまでコロナコロナ取るんだって ね、もう本当にねインドネシアの空港さちょっとぐらいさ、うん、液体持っててもさオールパスじゃない <laughs> まあね俺あれだもんね何<に>だからさあ X 線のさ、うん、やつあるじゃん、うん、そうあれをだからそれってさ時に液が引っかかって「なんだこれ」っつって言われたから、うん、インドネシアでもそうあちゃんとし働いてるじゃん何だっつって何て説明しようと思って。 そうだからきもななんなん英語が出てこないんですねだからそう消毒液なんていう言葉を俺知らなかったから、うん、へえと思ってもう何何よくわからないやもうキール・ザ・ウイルスってキール・ザ・ウイルスウイルスピッケンっつってキール・ザ・ウイルスメディセンって言ったらうんっつってでもう一回でそれで通していいよっつって通してもらった方がいいよキール・ザ・ウイルスメディセンそういやでも割と的確でしょそれは 殺菌用の薬じゃあってマーク先生に聞いてみていやもう聞くよこれでよかったかなって大笑いすると思うけどいや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 大笑いされてもギルトは薄めにする <laughs> だら知らないの俺はこんな単語を 消毒って言われても急に言われても分かんないねそうえ何何ってって調べなさいよグーグル翻訳かなんかで違う俺はねあそこの空港の w i f i が死んでるあ w i f i ねかだから俺が消毒液来て打ってバチってやったんだけどさ、うん、ずっとグル,ルグル,ルグル,ルってなった上で、うん、なんか接続できませんでしたって出て、うん、マジで切れたよさキルザウイルスって言ってさ まあ、ウイルスだからいいけどなんか「ピーポー」って言ったらさ「毒殺するんですか?」的なちょっと待てってなるでしょそう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 まあね最悪だから捨てても捨てられても別にいいよマキロンはね捨てられてもいいけどね、うん、今すぐいるもんじゃないしなんかあの「百歩譲ってあ足穴は分からんけど何全日空とかさジャルだったらさマキロンの一つや二つありそうじゃない じゃ機内で切り傷ってできる逆にって思わんああなるほど転んだり擦り傷とかってないねあんまりでしょよっぽどあの食べる用のナイフでさうんなんか遊んでてバシッてきて「あいって!」なることぐらいしかないけど、うん、そんなことないからさね本ほんとだよいやーなんかそんな感じで、うん、思ってもみないあのトラブルに会いましたうん、はあ結果日本は あのまあいい国なんだか悪い国なんだかわかんないなと思ったまあね安全といえば安全まあ治安はいいしね治安はいいしまあだけどこれだけ一生懸命頑張っても結局コロナのな,なる人はなるじゃんうんだからね、まあ、無駄といえば無駄なんだよねうんうん日本人相変わらずマスク好きだしね本当だよ本当 <laughs> どこでもマスクしてるねみんなみんなしてるけど もう知るかっていう感じで俺はもう全くせんかったコンビニとかひどかったよねみんな知ってるね、うん、まあもうしなくていいのでもし今後ね日本に来る機会があれば病院とかはしないといけないのかなだけどまあ建物の中でも別にしなくていいんでしょうんまあそんなわけで日本人はきっと知ってるけど別にしなくても大丈夫なのでそれからもし日本にこれから来る予定のある方は是非先に ジャパンビジットウェブに登録してください。はい、はい、なんかそれあちゃワクチンの証明書を、うん、あのスクリーンショットしたものをアップロードして、うん、で、その後それを送信ってするとま日本政府がチェックするみたいで、チェックしてオッケーが来るまで時間時間かかるって言うか。まあ1日,1日半日ぐらいかかる。うん、なんか審査されるんだよね。そうね、そう。チェックされるんでまあ。あ それで時間も取られると思うしもう事前にやっておくことを一番おすすめしますじゃないとあの羽田は成田で1時間かそこら1時間ぐらいかなうん、うん、多分時間取られて足止め食らうことになるので皆さん是非気をつけてください日本はまだまだコロナのがうるさい国ですはいはいということでえー、っと次回、えー、インドネシア後編ということで、はい インドネシアの今度は楽しかった方の話をしたいと思います。はい、はい、今回はインドネシアに行く前、それから帰りに起きたアクシデントについてお話ししました。はい、はい、えー、っと。それでは今回のスクリプトはウェブサイトの方から見ることができます。で、前回2回分に関してはあのー、現地でスクリプトを作ろうと思ったんですけど、作れませんでした。 はい、はい、すみません、えー、いつになるか分かんないんですけどまあ近々アップしようと思いますのでもう少しスクリプトについてはお待ちくださいはいちょっといろいろ遅れるかと思いますがポッドキャストだけは変わらず更新していきたいと思いますのでどうかご了承くださいはいそれからサポートよろしくお願いしますはいそれではまた次回も聴いてくださいね 안녕라요나라 <놀람> <놀람> <놀람>